佐田,佐田義彦佐田義彦佐田義彦昭和25年3月4日は日本の医学者、富立大阪医科大学学長、鹿児島県出身、佐田直隆の4、男として生まれる、鹿児島医学校を経て1890年に東京帝国大学専科を卒業、同大学助手、私立富山病院委員を務めた後、1894年に、 不律大阪医学校教諭となった。1897年よりドイツに留学し、1900年に帰国。帰国とともに医学博士の学位を得た。1902年、不律大阪医学校校長、同病院長に就任し、医学校が大阪医科大学に改祖されると引き続き学長を務めた。また、 竹尾結核研究所所代所長、大阪結成役員所代委員長を歴任した。その他、ドイツのハレ自然科学帝国学士委員会員、フライブルク大学名誉評議員、日独文化協会会長を務め、1930年には、第8回日本医学会総会会頭を務めた。佐田義彦先生、風の序文を書いている、大久保敏武によると1915年の、 大阪府立大阪医学校の大阪府立大阪医科大学への改祖においては当時大阪府知事だった奥本佐田が同郷で協力関係にあったことが大きいとしている。佐田家は鹿児島県氏族でチラントをつけ第18代当主島津久道から分かれた分家である。祖母のいとこは元水陸軍大将河村影明夫人陸軍中将佐田武彦はいい 参議院議員を務めた、サタタタタカワオイ。夫人は、産夫人会、桜井久次郎の娘。四男は、伊藤博文と、桂太郎の孫と、次女は、九州大学医学部教授、三宅博と結婚している。ありがとうございます。